学校前駅は岐阜県蟹市、石井浦田にあった名古屋鉄道広見線の駅。利用者の減少に伴い2005年1月29日に廃止された。昼間は1時間に1往復の未停車で、約半分の普通列車も通過していた。駅名は駅前にあった蟹市立広見小学校に由来するが、広見小学校はまだ蟹群蟹町だった1973年に、 高台にある現在地に移転している。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。ソーラナンバー、学校前駅、華やかな話題の陰で、www.railwaystation.jp。2018年8月19日閲覧。 ソーラナンバー、学校前駅、華やかな話題の陰で、www.railwaystation.jp2018 年8月19日閲覧。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、富ず。 名古屋鉄道路戦略図名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道100年史名古屋鉄道1994年876ページありがとうございます。